BL ニュースをご覧の皆さん、こんにちは。高杉真宙です。ボンとリンちゃんの監督の小林啓司です。9月20日から公開される、ボンとリンちゃんなんですが、まずあらすじですけど、はい、不女子の女の子と、アニオタ、隣にいるアニオタ、はい、アニオタですの、真宙君演じるリンちゃんが、東京にいる親友を、救いに来るという、はい、大体そういう話ですね。はい、はい、一泊二日の物語なんですよ。そうですね、DV を受けてるという噂を聞いて、まあ、いても立ってもいられなくて、ボンちゃんが無理やりこうリンちゃんを引き連れて東京に行くというお話です。はい、はい、そうですね。リンちゃんの役なんですけど、僕はボンとリンちゃんのリンちゃん役、うん、さっき言ったアニオタなんですけど、実際でも結構アニオタで、もうほとんど僕自身でやったぐらいの本当に似ているキャラクターで、凛ちゃんは普段は冷静で結構客観的に周りを見てるんですよ。その中でも男らしい一面があったりとか、本当に何ですかね、ボンちゃんの弟分みたいな、なんかそこら辺関係はすごく曖昧なんですけど、うん、弟分みたいな感じで一緒に東京に行きますね。そうですね、撮影中のエピソードなんかどうですかね。まあね、なんかもう本当に役にずっとリハーサルもずっとやってたんで、はい、2ヶ月ぐらいやりましたね。もうだからもう役になりきっちゃってるんで、僕はカメラ撮ってるんですけど、あんまりこう本番とリハーサルの境目がない状態で、うん、はい、じゃあ行こうかみたいな感じ。そうでしたねよくそんな感じで。でもそれぐらいできるぐらいに僕らレッスンしましたもん、うん、ずっと、まあ、空いてる時間があればすぐやったりとか、はい、実際変な演技に見えてないかっていうのを、喫茶店とかに行ってね、行ってやりましたね。カフェに行って、うん、みんなでやって、そのセリフを言い合ったりとか、そうで他の人になんか変な目で見られたらアウトみたいなやりましたよね。やりましたよね。そういう本当にナチュラルに見えるっていうのを映画の中でもやってて、うん、僕映画で見ても、あ、これ僕が演じてるんだっていうぐらい、なんかナチュラルに、あ、こんなことしてたんだって思うぐらい本当にびっくりするぐらいな映画になっています。9月20日ぜひ皆さん見てください。ボンとリンちゃんでした。高杉真宙でした。小林啓司でした。